それだってなんでさ、ホライゾンじゃない意味ないか教えてやろうか。だから別になんか弾いてるわけじゃないんだよね。別に自分たちのところに寄せないだけなんだよ、今やってんのって。うん。なんか俺がなんとなく思ったことを言語化してくれたの、今なんか。三宅がやってたのは、なんで失敗してるかっていうと、外のさっき言った構成と根本の考えが違うの。ね、なのに、あの、カタリストと同じようなムーブをしてるからミスる。いや、俺ら次左側から移動できねえか、これ。走るよ、こっち。こっちまで行かね左。今いいよ。はたかべないから移動しゅぶい、多分足元いる、これ真下いるかも。もくもく、計算できないやつか、これ。ちょずれたのに、ちょっと俺ずれたのにずっとにゃろくもついてシンクロしてた、多分ここ撃たないで、今オッケーオッケー、ヘイトカウント、ギリギリで俺らここでハイドしよう、ハイドしてギリギリで、うん、ここの上行ってファイト絡む、みんな絶対ここファイト切る。待って、俺らじゃね、俺らのこれ EMP、EMP 来る。ドロン壊した、大丈夫、バンガル大丈夫だよ、大丈夫。投げたいらんよ。え、切るやばいでしょ、これ来んの。ブルト投げるよ、手前。刺さる、めっちゃ刺さる、これ。左。2回やってた。バカだろ、マジ。やべえかも。終わってる。いや、行った方がいい、俺。いや、俺はお前捨てない。肩を任した。あー、惜しい。もうさ。こんにちは。どうしたらいいの、今の。いや、もう無理です。てか左から行ってる時点多分罪だよ。エバックじゃないんだ。エバックじゃなくて無理だよ。だってこれさ、右側に敵が来なかったとしても多分無理だよ、これ。当てないしな。え、絶対無理じゃない？歩いていくの。うん、だって、旧部隊でさ、右側で2パイやり合ってさ、まあ、3パイやるじゃん、右側に。右側に2パイやり合って、そこにワンパー玉に行ったとしても、うん、その左上に絶対いるから、この左上にいないはずないんだよな。まあ、左上いないはずないです。そう、だからそこをファイト仕掛けないといけないけど、仕掛けるときに絶対抑えられるんだよね。奥の上から撃たれるのと、手前の上から撃たれるので、まあ、右に煙切って、左にバンガルト仕掛けて、一気に行くしかないけど、でも、魚振られる気がするんだよな、どのうち。あの左上にね、いなかったらいいけど、たぶん、まあ、今一軒にいたんだけどさ、多分絶対いるんだよな。あんな強いポジにいないはずなくね。まあね、そりゃそうよ。まあ、エバックじゃない？やるなら、ギリギリで。まあ、エバックはギリギリか。先に行っても多分、ドカチになっちゃうから、ただの。右のパー、坂上がった右上のパーティーと左上のパーティーが別なのがまた渋いんだよ。ほら、今このホライゾンみたいなさ、これ右からも左からも撃たれるし、これ。まあ、やるなら片ワトバンガやな。ほら、なし。移動優先したんだったらもういらないんじゃない、うん、ホライゾン。まあ、いらねえかもな。まあ、今のだったら、まあ、最悪右の壁切って、あの左のさ、岩のポジまで行って、上のとこだけに木炭行って、きつかったらバンガルトさ、上か右に切って、入ったとこにパイロン炊いて、下を魚振らったらワンチャンある気がする。でもホライゾンである意味がないのだよな、今のところ。まあね、ワトじゃないというか、ホラじゃない気がするな、今。それだって、なんでさ、ホライゾンじゃない意味ないか教えてやろうか。なんだい？何？だって、もう、何？そもそも弾くことすらやってないじゃん、だって。だキルを取る動きをしてないから。本当だ、ホライゾン詰めたらさ、なんか、例えば、もうちょっと端に行って、敵側をこっちのルートから行かせないようにするような動きするじゃん。うん、で突っ張ってこっちにじゃあ来るんだったらファイトしてキルポ取り切れるし、弾いたらさ別のとこに行ってくれて別のとこで部隊数が集まって減ってくれるじゃん。でも今なんか中のなんかね3円の中とか4円の中とかでやってるから、それをだから別になんか弾いてるわけじゃないんだよね。別に自分たちのところに寄せないだけなんだ今やってんのって。うん、弾く意味ってさ、その自分たちが次行きやすくするためじゃなくて、でも今はさ、行きやすくするためじゃなくて、自分たちのところに寄せないようにしてるだけだから、結局自分たちの周りに部隊数がいるからさ、移動できないんだよね。ファイトも仕掛けれなくなるでしょ、今。ファイト仕掛けても魚振られるでしょ、周りにいるから敵が。だったら、ね、大外でさ、なんかアンチから入ってくるやつ切ったことない。だから自分たちが動けなくなってるから、多分ホライゾンいらないんだよ、今。まあ、いいやつだな。まあまあね。なんか俺がなんとなく思ったことを言語化してくれたの、今なんか。ああ、ありがとうございます。なんかホライゾン出る意味がないなーって。うん。つまりどうすればいいか、言うし。ホライゾンを抜くか、ホライゾンを抜くか、ワットを元に戻るか。うん、元に戻るか。
まあ、しかも今ヘリ早いから入れてるみたいなとこない、正直ある、うん、弾かれるってことでしょ、うん、一応マジ懸念してんのが宮家のさ、その今さっきの試合もさ、何結局上は無理だったから下行けばよかったね、じゃあやっぱワトソンいけるわ、次の試合じゃあこうすればよかったね、じゃあワトソンいけるわってなってさ、実際その何その試合試合で最適な答え出せてないのにワトソンの理論値ばっかり見てワトソンならいけるわって思い込んでんのがちょっと正直あれかもしれない。いやワトソンならいけるわじゃなくて、俺は中ムーブの方がいいって思ってるからじゃないかな。そしたらあれじゃない、カタリストにしちゃうんじゃない、ホライゾンを。さっき言ったけどホライゾンやりたかったんでしょ。うーん、まあそうだね。いやまあでもホライゾンじゃなくてもいいとは思ったよ今って。まあ、第3から第4エンに入るっていうので渋いっていうのをやってみないと分かんなかったから2回ぐらい。まあでも今のは渋いわ、カタリストいないと結局。うんうん、そうだね。まあ今日で分かったということで。まあでも俺ワトの方がいいと思うな、やっぱ型番がワトか。ゼウスはまず中じゃないと無理だし、その構成である意味は。マジであのいいですか、ちょっとさ聞き返しても、はい、言ってやってくれ。もいいですか。まああのまず本質はどこかっていうとムーブの仕方にあると思ってて、まずキャラクターピックするのって何かっていうと自分たちのムーブの仕方ね、まず。はい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 、自分のムーブの仕方を決めてキャラクターをピックするわけよ。まあ、メタとかもあるけど、うん、で俺まあ今までの既存のやつだとあの入れるとこに入っていって入れないところはファイトで取り切ってこう切っていこうっていうのは方針でした。うん、それは合ってる、みんなの中で。合ってる合ってる、ダイワールズエッジとそこはね、そうで合ってて、だから入れるとこは今まで入ってたはずなんだよね、まずね。はいはいはい、はい、入ってました。でじゃあ入れない、まずはあのIGL の考えですよね、これ IGL の目線よ、うん、IGL の目線として何をあの軸に考えていけないかっていうと、まずは大きなムーブ、アンチを見て入りたいところを決める、うん、入りたいところを決めるのがまず軸ね、うん、でこれは全部の円で変わらずに先に入りたいところを決めます、うん、で入りたいところを決めた後にあの外から入っていくんであれば、ここから車線が通ってここから車線が通ってこいつらをこうやって動かせばここに入れる、うん、入ります、で入れました。じゃあ入れない時、じゃここのパーティーをどうにかしないと入れない、ここは絶対にファイトが起きるからここでファイトをしちゃえばその後に右のやつを弾けば左に入れる、うん、これはそのまま入れない時ね。はいはいはい。で今はこの2番目の今後者のあのルート行きたい場所はあるんだけどここのファイトを仕掛けないと入れないが発生してるわけですね。そうですね。その時にじゃあファイトが発生します。じゃあファイトをする時に何が必要かって言ったらまず車線を切ること、うん、あと漁夫がまず来ないこと、まあ、これ大前提ね。一個ずつ切り離していきます、うん、でそうした時にカタリストが必要ですよね。でもう一つはそこのファイトで絶対に勝ち切らないと次がないから0か100になっちゃうからそこのファイトで勝てるための構成が必要です。だからカタリストとバンガロールとホライゾンを積んでました。合ってますか。うん、そうだね。はい。で宮家が今やりたいのはまあ何かっていうと多分ルートを最優先に考えてる今ね、うん、ルートが中ムーブで中で耐えたいと、うん、で宮家が言ってたさっきの懸念ポイントまあ基本的に中ムーブでも同じなんだやることは、うん、そうだね。ただ中ムーブのやつはどちらかというとあのやるんじゃなくて弾いてやり合わせたりとか前バックで飛んで耐えたりとか、まあ、そこが違いね、ファイトをしないっていうところが違いなんだけど、宮家が言ってたのはなんで失敗してるかっていうと外のさっき言った構成と根本の考えが違うのに要はやり合わせたりとか自分たちがバンガルトをぶち込んでる最中にバックで飛んでって中に入っていくみたいなムーブをしないといけないわけね。そうだね。なのにあのカタリストと同じようなムーブをしてるからミスる。ああ、はいはいはい。ファイトを仕掛けに行っちゃうから、わかる？うん。だから、さっきの、じゃあ崖のやつあるじゃん。右に行ってさ、カタリストがあれば、みたいな言ってたやつ。で、俺はなんか僕があれば、まあ、なんとかできたね、みたいな。あれは、宮家が言ってる通り、多分言語化ができたねだけで、多分一旦ステイでいいと思うんだよね。まずはポジションを取ることが優先。うん、でそれやってたでしょ？待った。はい。配信を切ろう。はい、だと思いました。すみません、失礼しました。言い過ぎました。配信します。こっからは、はい、月額10万円コースです。失礼しました。まだ全然喋ってないんで、はい。はい、おつ、はい、すみません。